エアアスタナはカザフスタンの航空会社である。首都ヌルスルタンに本拠地を置く同国のフラッグキャリア。ヌルスルタン国際空港と旧首都のアルマトイ国際空港をハブ空港として国内外に運航している。自転車ロードレースのアスタナチームのメインスポンサーでもある。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。 2014年時点での就航国エアスタナは2001年9月に設立され、2002年5月に3機のボーイング737をリースし、営業を開始した。その後さらに3機のボーイング757が加わったほか、2004年にはフォッカー50も導入され、国内線のネットワークが大きく拡大した。2004年2月に、 国営のカザフスタン航空が生産された後は、全路線をカザフスタン航空から引き継ぐとともに、カザフスタンのフラッグキャリアとなった。現在は1800人ほどの従業員を抱え、ルフトハンザドイツ航空との提携によって、さらに航空網の拡大をしている。株式の51%をカザフスタン政府が所有し、残りの49%を イギリスの防衛航空宇宙企業米システムズが所有している。2008年にはカザフスタン政府により日本への乗り入れを希望し日本政府側と早期の直行便開設で合意した。その際、関西国際空港への発着枠は認められたものの就航を希望する首都圏には認められていない。2009年当時、両空港への発着枠は 当分与えられる見込みがないため、原子力関連で関係が深く、首都圏に近い茨城への就航を検討していると、された。日本、カザフスタン間の渡航は、2019年から、スキャット航空が、東京、成田、ヌルスルタン線の運航を行っている。また、2015年3月、翌月に、社長就任を控えた ANA ホールディングスの、 片野坂清谷副社長は日本の航空会社が就航していない中央アジアに路線を開設する考えを発表した。資源が豊富なカザフスタンなどを含む中央アジアへの路線は日本の航空会社で初めてとのこと。保有するエアバス A320 型期2011年、保有するエアバス A320 から232型。 キアルマトイ国際空港から離陸するボーイング757から200型、キ2014年以降、以下の賞を受賞している。以下の航空会社とコードシェアを行っている。EU 圏内への路線は、2009年7月14日から、乗り入れが禁止されていた。2014年4月10日に乗り入れ禁止は解除され、機種に一部制限があるものの乗り入れが可能になった。 2015年12月10日現在では、エアースタナの保有するすべての機種について EU への乗り入れは禁止されていない。2021年8月現在、エアースタナの機材は以下の通りである。エアアスタナはボーイング787-8の受領を、市場環境、通貨下落、 景気減速などを理由として、当初の2017年から3度の延期を行い2023年としている。エアラインズユージングアマデウス。アマデウス IT グループ。2015年9月27日閲覧。カザフスタンの航空会社、エア・スタナの日本への乗り入れの移行を歓迎。福田総理とナザルバイフカザフスタン、共和国大統領との間の共同声明。 コッシ2008年外務省カザフ、茨城空港に、関心中に地対七時表敬し、視察2009年10月8日、茨城新聞 ANA、南米、アフリカ州公へ方の坂一 d 新社長に聞く2015年3月朝日新聞 https コロンスラッシュスラッシュ fliteam.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ114258。 ABR スタナ、パリ、プラハセンに就航へ、EU 上位入り禁止対象外で、フライティーム2014年11月12日、改底版欧州連合移動、運輸総局 EU 乗り入れ禁止航空会社リスト、フリートシートマップス、airasta.na.com、2019年10月13日閲覧。ありがとうございます。